捨てると、はいはいですね、途中の駅でも川越から来たデザイン科の地域たちが応援するみたいです。おお、ね、これはもうみんな頑張るしかないですね。そうですね、なお応援は全国のライブビューイングでも行われており、川越工業高等学校はもちろんのこと、地元の川越ウエスタ、地元の川越のウエスタ川越、川越大阪のパナソニックセンター、パナソニックセンター、新橋の SL 広場でも見られるみたいです。これ SL 広場で今流れてるんですよ。 SL 広場の皆さん、こんにちは。今もうね、出発式が始まろうとしております。さあ、単一型乾電池エボルタ600本を動力に、多くの夢を乗せたエボルタ電車は20キロを走破し、ギネス世界記録達成できるのか、はい、間もなく出発セレモニーが行われます。なるほど、はいはい、私はエボルタ電車を先導する車両に乗って現場をレポートしたいと思います。え、さっき走ってきたやつですか。そうです、切り口車、切り口車って言うんですか。切り口車って、あれ軌道も道路も行けるって切り口車乗るんですか。はい、ずるっ。え、乗れるんですか。乗れますよ。じゃあ分かりました。僕はじゃあこのセレモニーを見送って、出発をお見送りして、で、あの八島の駅で折り返しをするんですけど、八島の駅行きますから、はい、じゃあもうちょのちゃんは切り口に切り口に乗って行って、はい、行ってきます。じゃあまた後ほど八島駅でお会いしましょう、はい、いいなぁ、今から変わってくる。それでは、はい、ダメです、行ってきます。はい、行ってきます。電車班の皆さんをはじめ、これまで携わってこられました皆様、ここまで本当にお疲れ様。国予定であるということの確認を取りました。これも条件、また記録乗船の条件として、乗船の条件、乗船中には電池の交換、はい、そして乗り物の修理などを行ってはいけないこと、また電池の交換なし、運転車両の修理がダメ。この線路です。乗り物は上り坂方面で走り始めなければいけないというルールもあります。世界記録の到達目標である 20km を到達できると思います。それでは皆さん、応援のほどお願いします。エボルタチャレンジ、頑張るぞ！頑張って！頑張れ、浜田工業高校電車班！技術者、皆さんから感謝です！感謝です！頑張れ、では、エボルタ電車の準備が終わりました。工場を始めていきます。ご乗車しますのは、川越工業高等高等学校電気科電車班から、生徒を代表して4名、そしてその1名は運転を担当いたします。掛け声が止まりました。そして、電車班の栗原俊太先生と、世界記録認定の野瀬小蕎さん、この他3名のスタッフが運転しています。準備ができ次第、乗せてしまうと、そして奥見えますか、それでは佐藤駅長、よろしくお願いいたします。さあ、駅長の出発進行、出発進行、
Thank you.